もう11月は、まあ、特にこれということはしてないんですけど、私は明日から12月ですよね。12月は今月よりもできたらいいなって思うけど、きっとやらない。またやらなさそう。今年結構みんなに会いに行くつもりだったのにな。全然会いに来ててなくてちょっとおかしいな。ブルーインパルスのトークショーは楽しくあっという間に終わりました。なんか意外と調べてったけど、なんかお二人がすごいいっぱい喋ってくださるので、なんか無駄ななんか勉強してったのもいらなかったですし、普通になんかくだらない質問しかしてなくて申し訳なくなりました。でも楽しかったです。でもなんかいっぱい人がいてくれてすごい良かったです。人が集まってくれて嬉しかったです。なんか思ったよりもたくさん、なんか本当良くないんですけど、なんかすがら結構あの公式でこあの告知されたらやるみたいなのがあの多くて、基本的になんかギリギリまで告知してなくって、だから人来んのかなみたいなって思ってたんですけど、いっぱい来てくれて、全然その菅原のファン以外の方も本当に飛行機が好きな方たちがそう来てくださって、すごい楽しかったです。なんか近くで機体とかも見れて良かったなって思いました。そう、ツイッターの動画もずっとね撮ってくれてて、すごいありがたかったです。いっぱい終わった後は吉田さんからなんかいっぱいいろいろお土産をもらって、本とかカレンダーとか、あとなんかスマホのストラップ入れるやつとかすごいもらってありがたかったです。もうほんといっぱい楽しい時間を過ごせてよかった。いっぱいでもないけど、まあちょっとしかねいられなかったのが申し訳なかったんですけど、最後までいられなかったのがちょっともうちょっと全部ね見たかったんですけど、なかなかね見れずに帰っちゃったのがもう残念なんですけど、まあ近くで、まあ、見れたのは良かったなと思います。ぜひ皆さん愛知航空ミュージアム行ってみてください。そう、お土産も買うとお土産買うところあるっていうの知らなかった。本当にねトークショーしてその機体の近くしか見れなかったから、全然本当にもう菅原がちょっとまあ自身は全然楽しめてないんですけど、だから私服持ってくればよかったなって思いました。こっちに衣装で着て衣装で帰ってたから、もう飛んでるのは、ね、そう見ました。なので良かったです。あね、ランドセル、あの写真全然言われるまで気づかなかったです。ブルーインパルスの前で撮った写真ランドセルかと思った。ランドセルアイリンに言われるまで全然何も気にしてなかった。だからアイリンが言ったからますますみんなにランドセルって言われるようになりました。
かったら絶対にランドセルって言わなんか思わなかったのに、ありがとうから、もうランドセルにしか見えなくなった。本当にランドセルはちょっと困ります。もうねピンポイントに。でも本当あんな近くでねきっと写真も撮れることもないのでいい経験でした。イエーイ、いい経験、いい経験ってかいい思い出か、いい思い出でした。いい思い出、楽しかったです。航空祭じゃなくて航空ミュージアムのイベント、来てくれた人は楽しかったのかな。楽しかったよ、ありがとう、楽しいって言ってくれてありがとう。よかった、ありがとう、来てくれて本当。いいでしょ、羨ましいです。スカラのこと。プーさん展は楽しかったです。プーさんってこんな感じなんだと思って見ました。こんな感じなんだ。楽しかったです。ツイッターの靴の件はもう一回やめました。一回やめましたっていうのもなんかずっと欲しいと思ってた靴があったんですけど、ずっとね売り切れてて、でまた今日行ったお店にたまたまあったんですけど、まだ在庫ありそうな雰囲気が出てたから、なんか2色で悩んでて、一回悩んでまた近いうちにそこのお店に行く用があるから、行く用があるから、なんかめっちゃなんで、そこで会った時にあの会ったら買おうと思います。でそれまでに悩みたいと思います。なんか2色で結構悩んでて、黒かベージュ、ベージュ白寄りのベージュみたいななんですけど、ほんと次売り切れてたらもう諦める。なんか死ぬほど欲しいっていうわけじゃないけど欲しかったみたいなものがあったから、売り切れてたら本当にあの運がなかったんだなって感じ。でも近いうちにねまたそこに行くから、そう、めっちゃ悩んじゃって、ほんと悩んじゃって、結構ほんとにそこに結構悩んだんですよ。2時間ぐらいそこら辺でずっとうるちょろしてたんですけど、なんか決まんなくって、なんか黒のなんか厚底が欲しいなって思ったんですけど、なんか最近自分の服装でなんかあの全然あの色物っていうんですか、色物がまあ増えてきてるから、冬でもなんかセットとかでコンバースの厚底、そうコンバースの厚底なんですけど、
あの色物っていうんですか、色ついた服とかが着ることが多くて、そういう時に黒の厚底ってなんか重いなって思っちゃって、だからそのベージュにしようかなみたいな。でそれで悩んじゃって、今日の私服で合わせたんですけど、合わせた時にうわベージュもいいなって思っちゃって、それでめっちゃ悩んじゃってて、黒欲しいって思ってたんだけど、ベージュが欲しい、ベージュもいいなって思っちゃって、すっごい悩んじゃったんですよ。だからすごいもうめっちゃね、メンバーとか友達にもめっちゃ LINE したし、もう LINE してでファンの人にも決まんなくてTwitter であんなつぶやきしたんですけど、そう新しい、ま、迷いがそう追加されちゃってて、なんか売ってない、もう本当にネットとか見ても売ってないのに、そこの店舗に行ったら新作も合わせて 5種類ちゃんと置いてあって、そんなん5種類もあったらはぁってなって、そすっごい悩んでて、それ本当に結構優柔不断なんです。ファンの人圧倒的黒を買った方がいいっていう意見が多かったんですけど、メンバーとかに聞いた時にこれどれ可愛いって聞いたら、そのページが多くて、じゃあ菅原に似合いそうなのってどれですかって聞いた時もベージュっていうのが多くて、うわー確かにベージュもいいなと思っちゃって、その履いた時に可愛いと思ったから、すごい悩んじゃって、だからベージュなのか黒なのかすごい悩んじゃって、なんか白い靴って持ってるけどベージュ系ってあんまないなと思って、じゃあ買っちゃうって思って、あでもなーみたいな、黒か黒もいいんだよなって思って、めっちゃね悩んでんだよね。本当に菅原って超優柔不断なんですよ、めちゃくちゃ優柔不断で、ね、なんか2足買いたいなって思ったけど、なんか他にも欲しいものがね、やっぱ私ってなんか次から次へと欲しいと思っちゃうタイプの人間だから、なんか本当に今欲しいものが多いんですよ欲しいものが多いのに買えてないんですよね、まあ、何が欲しいのかも分かってないんですけど、欲しいもので溢れすぎて、なんかこの今の時期何の服を着たらいいのかが分かんなくって、上着アウターが悩んじゃって、そのアウターも欲しいんですよ。でスニーカーは本当に結構前にもう本当にその9月ぐらいに発売されてた靴なんですよ。でもどこのネットとかでもすぐ売り切れてて、かもう諦めててもうないいやと思ってたんですけど、今日行ったらあったからさ、足はさ2本しかなくてもさ毎日ある、毎日さ違う服着れるからさ、菅原は。関係ないんだよ、着れる時間があるんだ。だからほんと次って売り切れてたらそれでいいんですよ、売り切れてたらもうほんとに、うん、なんかタイミングはじゃなかったんだなって、だって本当に欲しかったらすぐ買うからさ。私本当になんか次行くのがなんか1ヶ月後とかだったらあれだけど、もう本当にあとまた1週間以内とかに行くんで、でも店員さんにも聞いたんですよ、あのなんか在庫ってどれぐらいありますかみたいな、まあ、教えてはくれなかったけどすごいありそうな雰囲気だったんでいいやって思っちゃって、それもあって、いやでも本当に悩んでるの、ベージュか黒で、ベージュか黒で悩んでるの、悩むんですよ。黒と合わせるなら、黒なんか黒は
黒はもう全然、その黒い服めっちゃ多いから黒でもいいんですけど、いや黒が圧倒的に売り切れが早いんですけど、本当に悩んでるんですよ。本当に菅原麻衣の優柔不断が出てる。なんか菅原の私服を、最近のその冬服とかの感じを見てると、やっぱデニムにトレーナーが多くて、トレーナーが結構やっぱ色ついてるものが多いんですよ、私って。だからなんかちょっと薄い色のなんかトレーナーとかが多くて、そう考えたらうわベージュかなみたいな。いやみんなも多分見たら悩むよ。みんなもう見たら絶対悩むよ。でもベージュなのかな、ベージュなのかな。なんかそんなみんなめっちゃなんかこんな肌色っていうほどのベージュじゃない、こんぐらいの壁ぐらいのベージュ、もうこんぐいった、こんぐらいのベージュです。そう、2つ買うのはちょっと違うんですよ2つはダメなんですよ。そう、もうベージュにしよっかな。え、壁も白じゃなくない？なんかめっちゃ白じゃなくない？もう白だよね。もう買っちゃおっかな。あー、もうこれ決まったかも。みんなと会話してたら。でも買っちゃおっかも。もうこの色かも。これベージュかな。ベージュかな。だってさ、黒のさ、あのコンバースの、コンバースなんですけど、その厚底のね靴は、黒の厚コンバースの厚あ普通のコンバースを買ったんです。ローカットの靴を最近買ったからガッて、そうコンバースでした。そこは黒くないです。真っ黒の、そう今新作で真っ白と真っ黒もあったんですけど、あんまそれが個人的に可愛いなって思わなくて、買ってた、持ってる、みんな。もう俺ベージュ買っちゃうかも。てかさ、その2択で悩んでるから、逆にそのどっちかなくなっててほしいな、逆に。え、今買ってないよ、菅原は何も買ってないよ。コンバースの黒はなくなるよ。ないの、人気なの、その厚底が。厚底が人気なんですよ。だからどっちか売り切れてる方、売り切れてたらいいな。なんかちょっとさ、やっぱ時差あるし、一人で会話してるから、なんかさ、すごい何言ったっけってなる。なんか次行った時に売り切れてることを祈ります。売り切れてたら売り切れてた方が欲しくなるもんよ。へえ。でもだって全部売り切れてたもん全部売り切れてたから、全部欲しいから、なんかまあどっちでもいい、どっちかが欲しいだから。そうだって、逆にその菅原は黒が欲しい、
最初欲しいと思ってたけど、その試着とかして、私最近の私服の系統とかを見て、黒いの白も欲しいなって思って、可愛いなって思ったから、でこの2択で実際悩んで、仮にこう行った時に黒がなかったとするじゃないですか。そしたら、あ、じゃあこっちの来た時にハマったのが買えるんだって思うし、逆にあのベージュが売り捨てたらやっぱ定番がいいよねってなるから、どっちがなんか売り切れててもどっちだ、どうでもいい、どうでもいい。でも逆にだから、それでこそどっちも、まあ、売り切れてたらあーってなるけど、あのそうですね、あとどっちもの売れ残ってたらちょっとそれもそれでまた決めれなくて悩んじゃうんですけど、それもちゃんとね。でもまあ今の気持ち的にはベージュなんですよね。痛い、噛んだ。まあまあ、あったら買おうって感じ。次行った時にあったら買います。これまでみんな楽しみにしてて、黒かベージュどっちか。黒買い占めとくって、もうほぼ買い占めないよ、もうほぼ売り切れない、ほぼね、なんか再入荷とか全然されてないんですよ。いや、ローカットです、ローカットが欲しいんですよ。だからそう、黒のコンバースはハイカットもローカットもどっちも持ってるんですよ。だからなおさら黒買うか悩んでるんですよ。だからなおさら悩んでるんですよ。まあ、両方売り切れてたら新作買います。どっちもローカットなんです。きっとみんな今調べてさ、見に行ってますよね。どんな草なのかなって。なんか顎伸びた。今のところはベージュへの道が、そうですね、開けております。ベージュで、今のところはベージュという気持ちで、コンバースのオールスター100のトレックウェーブみたいなやつ、名前合ってんのか分かんないけど、合ってた合ってた。まあもう本当に今日奇跡的に磨けたので、本当に運命を信じて買いたいと思います。運命信じていきたいと思います。運命、やっぱ今日運命的に出会ったので、色も運命的にこう決めていこうと思います。
結果出たら教えて。買ったらいい。出てたらどうしよう。買わなかったら。可愛いでしょベージュ。可愛いでしょ。まあ、違う靴買ってるかもしれない。スガラマヤってそういうもんだからさ、結構気分屋だから。まあ、楽しみにしててください。1週間後ぐらいに。楽しみに。そうです、1週間以内にまたそちらのお店に行くようがあるので、1週間後にまた出会えることを。絶対にないですね。買い占めてるパターンはない。だって店舗に行ってもないから。全然ないから。あんのかな。あってもなんかサイズが大きいやつしかない。俺見かけないから、なんかあるように感じないんだけど。いや、買い占めるパターンはないと思います。スガラのファンが買い占めることはなさそう。普通に靴好き、靴欲しい人が買い占めてることある。これびっくりしました。本当にこの靴人気のはずなのに、なんでここにはこのサイズがあるんだろうって思いました。シンプルに、あれみたい。これどこにでもないのに。たまに喉詰まることありますよね。なんか今日も私お水を飲んでるだけですごい目してたんですよ。なんで本当に恥ずかしい。でも今日久々にみんなとショールなんか会話した気分。なんかすごい恥ずかしかった一人で。なんかまだ食べ物食べてむせてるんだったらいいんですけど、水飲んだだけでむせてんのってすごい恥ずかしい。恥ずかしかったな今日。今日はツイッターで人とも喋ったし、今日はショールームでも喋ったし、今日は喋りまくりの一日でした。今日は日付が変わるまでやろうと思うので、皆さんお付き合い願います。よろしくお願いします。どうぞよろしく。あ、みんなあれこれいつまでだっけ。昨日だったっけ今日だったっけ忘れちゃった。なんか正月のグッズ
がなんか今日かな昨日かなまでです。どっちかな、昨日だったら申し訳ないな、昨日だったかな、もしかして今日ぜひ買ってください、今日買ってくださいって言っちゃったよかったらゲットしてみてください。カレンダーもいつだか昨日かな今日かなありましたよね。終わったのかな、そう全うする、ぜひゲットしてください、よかったらどうぞ、よかったらどうぞ。そうです、アイドルを全うする菅原に注目してください。なんかこの前質問箱をした時にエヴァの意味ってなんかあるんですかみたいな書かれて、いや全然意味なくって、全然意味ないもちょっとおかしいんですけど全然意味ないとかなんて言うんですか、もうないもう失礼って書かれるんだけどそういう意味でなんか言った書いたつもりなかったけど、あごめんねってなって申し訳なくなっちゃった。普通にやりきるぞ、来年もアイドル頑張るぞっていうあの意味で、あの2023年はもっとアイドルするぞっていう感じの意味でアイドル全うするみたいな感じで書いたんだけど、まあちゃんとなんでそんな心配されるんだろうと思って意味調べた、あなるほどってなって、あ申し訳ないなって思ったこれは私の、まあでも2023年もちょっとやりきりたいなっていう意味の的です、まあ、間違ってあながち間違ってはいないよね。23年やりきるぞ、やりきっちゃうぞっていう、やりきっちゃうよっていう、そうそう全力でいくぞってことよ。っていう意味だから、そういつでも全力前のみ、そうそういうこと、そういうこと、申し訳なさすぎたわ、特になんかそういうあれじゃなかった。23年もやりきるよって、だから申し訳なくなっちゃった、いやあれ切っちゃうよって、23年もあれ切っちゃうよ、やっぱなんかさ前も思ったんですけど、なんかやっぱお手紙とかさ書いてる時とかもさ、やっぱいつもなんか同じ言葉になっちゃうなって思って、やっぱ普段と違う言葉言ったよねって思ったら、なんかそういう感じ、そういう風になっちゃうよね、ちゃんと意味も理解せず使っちゃって、ごめんねって感じでも本当にあと1ヶ月したらもう23年ですよ、早くね。早いよ、めっちゃ早くてびっくりしちゃった。なんかさこの前さ昇格しましたみたいなツイート昇格しましたみたいなさツイートした時にさ、なんかうわもうみんないないんだって、一緒に昇格した人誰もいないんだと思って、ちょっとってかだいぶ悲しくなったよね、もう一緒に昇格した人って誰もいないんだと思って、あれ一緒に6人で昇格したよねって思ったのに、あれれれれってなってびっくりした、自分でみんないないんだって、ち
超悲しくなりましたね。ちょっとってか、まあ、普通に悲しかったんですけど。城之内って感じですね。いつかそこからもそのうちいなくなるんでよろしくお願いします。そのうちいなくなるんでよろしくお願いします。でもなんか本当に不思議な感じでした。なんか普通にあれ7周年だっけみたいな、あのっていうのを調べようと思って、あのこうツイッターでこう調べたんですよ。そしたら「おーいなーい」って、いなーい、なんか去年アイアイとさこうさ2人のさ2人で写真あ撮ったわみたいな、そのツイートを見返してってさ思ってさ、悲しいって。ちょっと悲しくなりました。誰も一緒に、まあみんなお祝いしてくれるんだけど、あのそれは優しいからみんなお祝いしてくれるんだけど、まあ一緒になんかメンバー内でおなんかお祝いする人いないんだと思って悲しくなっちゃった。うん、悲しい。カラチータだった、めちゃんこ。カラチーです、カラチーです。皆さん来年もお祝いしてください。カラチーので、一人寂しいので来年盛大にお祝いしてください。カラチー、寂しくならないように盛大にお祝いよろしくお願いします。約束。23歳になっちゃうんだ。いやー23歳になっちゃうよ。うわ23歳だよ。いや全然そうだよ、ほんと若いと思う。若いよ、ごめん、みんなからしたらでごめんね、みんなよりは全然若いよ。そりゃ若いよ、みんなからしたら本当にごめんだけど、全然そうだよ、本当にごめんだけど、申し訳ないけど、みんなよりは全然若いよ。知ってるよそんなの、全然若いけど、あれ私10代で入ってきたのにって思う、入ってきたのにもう23歳なんだってなっちゃう。本当にごめんね、何回も何回も言っててごめんね。もう本当に思うよ、びっくりしちゃうよ、こんなにも私は大きくなったんだって。はあ、でもメンバー内でやっぱ考えると思う、あ全然本当みんなからしたら若いからあれなんだけど、みんなからしたら若いって思うけど、本当に若いなって思うかもしれない、世間から考えても若いって思うかもしれないけど、なんかアイドルってもう23歳なんだって感じ、その SK の中で考えると、あもう23歳になっちゃったんだって思う。うんってなっちゃ
大人になっちゃったんだって思うもん。なんかちょっと大人になりたいようでね、なりたいようでなりたくないですよね。なんかなあ、でも気づいたら、気づいたらもっともっと年を取っているんだろうな。ついたの、歳をとっているんだ。それでこそさ、昨日か昨日チュリさんが誕生日だったじゃないですか。マジでいいなって、チュリさんのなんか歳の取り方いいなって思って、それもチュリさんみたいな歳の取り方したい。本当にその歳なんですかみたいな、そう見えないみたいな、全然でしょみたいな、全然ってか、マジで見えませんみたいな感じで言われたい。それからもああいう感じで年を重ねたいですね。なんか飲んでんのかな、薬とか、若返りの薬とか飲んでんのかな。何なんだろうな、いいな、あれいいよね、あの感じが、雰囲気が、私もああいう感じになりたいな。でも髪の毛染めたから見えんじゃない、若く。髪の毛染めたから若く見えるんじゃない。ちょっと前よりは、ちょっと前よりは若く見えてそう。いや若いのは知ってるんよ、若く見えそう。まあね、髪の毛暗くすると若く見えるよね。でももう全然見慣れなさすぎて、なんか洋服が合ってんのかなって感じ、むずくなってきた洋服が。逆にその1年ぐらい結構明るかったんじゃ、明るかったじゃないですか。そう、まだ見慣れないんですよ。1年ぐらい、去年の今頃も結構あるか明るかったんですよ。明るかったから、なんかさ、やっぱ1年を通してこう洋服とかも、その今の状態に合わせて買うじゃないですか。だからその明るい感じで想像してたから、なんか今持ってる服と、まあ、ちょっと合わないっていうか、まあ、合うんだよ、菅原前だからさ。だからなんか変な感じ。なんかおおってなる。好みは全然変わってないんだけど、その茶髪のあれに合わせて、なんていうの、洋服を選んでたから、この暗いのに合わせて、なんていうんですか、洋服とかを買ってなかったから、そう、あ、だからそれでこそ髪の毛を明るくしてたから
その明るい服が多かったんですよ多分。明るいっていうか、あ、色がついた服が多分増えたんですよ。前より多分髪色が明るかったから。だから暗い色だとそれでこそなんかピンク何個かも、ま、あ持ってるんですけど、ピンクのトレーナーとかなんか今ピンク似合わない。逆にピンクのその色の洋服があんまうち個人的にはなんか重く見えるんですよね。頭髪の毛はここだけがなんか重く見えて、あーみたいな、あーってなる。今グレーとか グレーとかが多いです、最近は。だからグレーの服が増えました、今この髪色になってから。そっち系の服の色ばっか着るようになりました。そう、無難な服の色とかを着るようになりました。結構落ち着いた色が多いかも。言いたいこと分かるでしょ？分かるよね。が多いかもしれない。意外と左右するんですよ髪色って。みんなが思ってるよりも髪色って大事なんですよ。なんか髪色が変わったからメイクも変わりました。メイクも変わった。あんま分かんないと思うんだけどそう、地味にそう違うんですよ。メイクもちょっと、メリー・ジェニーの女は難しいね。ちょっとこの髪色だと思うんですよ。今のメイクは結構髪色がによって全部変わる。髪色によってメイクも変わるし洋服とかも変わる。今はオレンジメイクになりました。オレンジ系のメイクになる、なった。逆にそれでこそ菅原前髪の幅も暗いから、暗い時は前髪の幅がしっかりある方が個人的に似合うので幅も広げたし、で明るい時はなんか長くても狭くても全然良かったんですけど、なんか暗い時はしっかり前髪ある方が可愛い、自分に似合うっていうのを知ってるから。みんな人それぞれ違うと思うんですけど、菅原は本当に髪色で全部印象が変わっていくタイプだから、もう髪色によって変えた、によって結構全部変えます。でなんかこのキラに決めてきちゃった。いや結構すがこだわり強いと思います。そういうこだわり聞きたい。あとなんだろうこだわり何かな。だから暗い時は本当に今の長さが結構嫌い、中途半端に似合わなくて、もうちょっと短いか長いかの方が似合うっていうのも分かってるから、本当中途半端だなって思う。
ネイルはしないですね。それ爪弱いんだ。もうネイル一回やめたら当分しないですっていう、そういう髪色の時のあのあれもある、こだわりとかもある。でネイルも、でもネイルするなら絶対にゴテゴテのネイルしたいっていう派だから、マニキュアとかやったらいいんですけど、なんかお金払ってやるのゴテゴテにしたいっていうあれがある。めっちゃ多分ほんとこだわり強いんだと思う、みんなが思ってる以上に。こんな顔だけど、リップの色だって今違いますもん。髪の毛暗いから深い色っていうんですか、オレンジの色が多い。なんか髪の毛の色を暗くしたからすごい髪の毛切りたくなっちゃって、だいぶ切りたくなっちゃいましたね。でも我慢してるの、ちょっとだけ、あとちょっと伸ばしたいから我慢してます。ほんと切りたいんですけど、この長さがとてつもなく似合わなくて、まあみんな似合うって言ってくれると思うんだけど、ほんと切りたいの。この長さ嫌なんですよ、ね、重く見えるんですよここら辺が。だからこの今の長さでの黒髪はあんまり好きではない。でもあと2週間ぐらいしたらあの抜けると思うので楽しみにしてます。なんか下ろしてる時が好きじゃないんですよね。だんだん茶色になってきたか。でもこれはもう結構暗くしたので抜けなさそうですね。今回はなかなか時間がかかりそうです。なんでみんな髪色暗くしてるん？まあみんなする何かがあったんだよ。そうですね、今はなんかまとめてるのが多いです。でもみんななんか黒い髪のあんまめったにないから写真残してほしいとかっていうのがあって、撮ろうって思うけど撮るの忘れちゃう。ニキビ隠す、スクショ、 OK、 スクショあげるだった時は可愛い写真で可愛い顔の時にあげてください。最後の時載せないでください。可愛い時しか載せないでください。なんかよくわかんない瞬間なの絶対にあげないでください。これもこだわりですね。これはこだわりなのかな。でよくわかんないタイミングの写真あげて、このスクショ見て誰が可愛いって思うのって思うような写真は絶対にあげないでください。たまにいるじゃないですか。なんでこの時の瞬間をやるのって思う時があるので、なんで可愛いって思ってる時に可愛いのにしてください。
いや、なんか半目とかじゃないんですよね。シンプルになんでこの瞬間みたいな、あの時があるんですよ。だから可愛い時にしてください。よし、いいんじゃない。どうですか、みんな可愛いスクショ撮れましたか。撮れた。もうあと10分で終わりなんで。それも好きだよって。そう、それは全然好きで言ってくれてもいいんですけど、全然いいんですけど、好きで言ってくれるのはいいんですけど、やっぱそれを見て他の人が可愛いって思うかって思ったら、まずそれは別ですよねっていう話ですよね。また違った話ですよね。やっぱ写真を載せるときは、あの誰が見ても、自分じゃなくて誰が見ても可愛いと思う瞬間をぜひ載せてください。皆さん半目でも可愛く見れるのは気をつけてください。それは本当に全然可愛くないので、他のすがらのファンの人以外からしたら全然可愛いと思わないので。私があのいつまでもあのね、常に可愛い人だったらいいんですけど、すみません、やっぱ半目で可愛い顔ではないので、よろしくお願いします。お願いします。なんか本当に気づいたら一瞬で終わってた。あと8分でした。もうそんな経ったんだって思ってびっくりしてる。12月もよろしくお願いします。えっ、やだ、12月が12月になっちゃうよ、あと8分で。やだ、今年が終わっちゃう。やだ。12月もいっぱい思い出を一緒に作りましょう。今月よりは来月たくさん配信できたらいいなと思うので頑張ります。気ままに頑張るので無理しない、無理してないので大丈夫です。あの、会えたらいいなと思います、皆さんと。12月は本当イベントとかが全然ないので、やっぱね、ないので、ぜひ会えますように、ショールームで皆さんと。まあ、あとじゃあ7分何しようかな。なんかあと7分、あと7分、あ、まだね、なんか今日あの友達といっぱい話してて、あの、またあと7分なんですけど、あのなんだっけ、まだ生誕くじ永遠に考えてて、もうなんかもういっぱい考えちゃって、あれやりたい、これやりたいとかやってたら、もうめっちゃめっちゃいっぱいなんか考えてて、なんかそしてやりたいと思っ、あの生誕くじ、まああるか分かんないけど、まあ多分大体あると思うんですけど、その生誕くじ、なんかハンガーは残ってるけど、なんかだけどなんか、あれもこれやりたいって思って、そう、全然まだまだなんですよ、まだまだで、そう、まだなんですよ。本当に生誕くじって多分1月になってマネージャーさんと話すんですけど、去年はそんな感じだったんですけど、なんかあの普通にそう単価高いやつ作るっていうことなんかやってた、なんか、え、あれもやりたいしこれもやりたいしとか思ってたら、なんか、え、これどうしようみたいな
やっぱね、経費とかでね、やっぱできるかできないかも分かんないか考えてたら、もういっぱいちょっとやりたいのに悩んじゃって、何が、え、なんかこれも言いにくいんだけど、なんかカレンダー作っ、あのうちカレンダーなんか今日までですとか言ったんですけど、なんか、まあ、カレンダーの詰め合わせとかいいなと思って、カレンダーなんか、そう、なんかカレンダーの、そう、なんか詰め合わせボックス、なんかそう詰め合わせボックスみたいなのがちょっと作りたいなって思っちゃって、そう、詰め合わせボックスみたいなのしたい。カレンダーだけじゃないんですけど、なんかカレンダーとみたいな、カレンダーとなんとかみたいな、ごめん、カレンダーの詰め合わせじゃないんだけど、そういうプレゼントボックスみたいなのをやりたいと思っちゃって、そう、福袋みたいな、そう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 、カレンダーとみたいな、なんかボックスみたいなの作って、カレンダーとみたいな、カレンダーにみたいな、なんかトレカにみたいな、ポストカードにステッカーみたいな、これが入ってるやつみたいなとか、あと、う、なんかこれも思いついちゃったんだけど、最近自分のうちわってないなって思った時に、ちょっとうちわ欲しいなって思っちゃって、うちわ欲しいなって思って、自分のうちわ、最近うちわないなと思って、いや、余ってるうちいけないんですよ、大体あのチェキ取って余ったやつ捨て、あのマネージャーさんに頼ん、あの任してるんで、うちはいいなって思っちゃって、菅原うちは欲しいと思っちゃって、最近さ、ライブとかでもさ、うちはないじゃん、だからうちは欲しいなと思ってとか考えたら、もう、そう、めっちゃ、そう、自分でうちわをデザインする、まあ自分でデコるうちわそうとかやってたら、なんかもうちょっといろいろやりたくなっちゃって、そう、形はノーマルの大きいやつがいいんですけど、こんぐらいのみんなが普通に持ってるやつ、まあ、うちは欲しいわと思って、今、え、菅原のうちわってどこで止まってるんだろう、うちわないですよね、今グッズ、今あと2分、そう、うちわ今ないから、うちわいいなと思って、まあ、普通になんかあの公式で売ってるような感じになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、で結構知らんけど、でも自分でね、ちゃんと選べるんで、写真、総選挙のうちはミニチュア、あの小さいやつ、小さいやつが全然わかんない、うちは欲しいなと思って、12周年だったんだ、じゃあ全然知らないわルンルンの卒婚はなかったですねっていう、そういうことばっか考えてましたね、ってことで、あと1分で終わるので、そう、大きいのを作りたいんで、まあこういう感じで、あとちょっと並んで話すようなことじゃないんですけど、ちょっとうちは調べてみようってことで、今日も生誕グッズの話をしちゃいました、楽しかったです、1時間ぐらい、また12月もよろしく、11月も押してくれてありがとうございました、ありがとう、いっぱい寝てね、こんなギリギリまでやっちゃったから、また寝れないかもしれないんだけど、寝てね、時間が短くても、あの、いい睡眠をしてください、ぜひとも12月もよろしくお願いします、バイバイ、あ、スクショあげるときは可愛いやつだよ可愛いやつ、可愛いやつ、ぜひともよろしくお願いします。